ただいまより第42回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催いたします。会議時間は1時間程度予定しております。冒頭知事より発言をお願いします。皆様お疲れ様です。本日の大阪の陽性者数は599名です。もうほぼ600です。で、現在の大阪の感染の拡大状況を見ますと、今後も右肩上がりに伸びてくるというふうに分析をしています。現状この1週間の感染拡大の伸びというのが非常に高い伸びを示しています。内容を分析しますと、やはり3月中旬以降ぐらいから感染が急拡大しているということになろうかと思います。時期としても春休みに入り、そして若い方、特に内訳として20代30代の陽性者が非常に多いという状況です。春休みも入り、そしてこの移動の時期にも差し掛かり、歓送迎会、コンパ、飲み会、そういった非常に感染のリスクが高い場面が大きく増えていると、そして感染拡大につながっているという状況だと思います。また変異株の影響というのもあるというふうに思っています。今は20代30代感染経路不明者が多いという状況です。これはですね、今後も感染拡大が伸びるということに合わせて、この後はおそらくクラスターの川下のクラスターといわれるその高齢者施設であったり、家庭内感染であったり、職場というところに広がってくるということも予測がされます。その現在のこの大阪の感染状況を見たときに、国にまん延防止等重点措置の要請をし、より一段強い感染症対策を実施する必要があると思っています。本日の会議においては、大阪の感染状況の分析と、そして大阪府として国に対してまん延等防止重点措置の適用の要請をするかどうかについての判断をいたしたいと思います。そしてこれ、まん延防止等重点措置については、どういった措置をするかについては、これは正式には国と協議をし、国が決める部分も多くあります。でも現在も実務的な協議というのは続けている最中ではありますが、どういった具体的な措置をするのかということについては、改めてまだ国が適用すると決定したわけではありませんので、適用が決まり、おそらく基本的対処方針も変わってくる部分もあろうかと思います。それが決定次第、またおそらくは今週中に本部会議を開催をして、その具体的な中身についての府民へのお願い、周知、そういったところも実施する必要があると思っています。今日の本部会議においては、今までの現状の感染状況の分析と申請をするかどうか、そういったところのについての議題についての判断をしたいというふうに思います。それでは議事に入ります。議題1、現在の感染状況、療養状況等および議題2、まん延防止等重点措置に関する国への要請についてをまとめて審議いたします。資料1の1から資料1の5までにつきまして健康医療部長から、資料1の6、それから資料2の1につきまして危機管理官から、資料2の2につきまして健康医療部長から順次説明をお願いいたします。はい、資料1の1、現在の感染状況をお開きください。少し冒頭知事からお話ありましたが、現在の感染状況についてポイントを少し丁寧にご説明したいと思います。陽性者の推移でございます。一番下に新たに時短要請、どのタイミングで何時までしていたかという欄を記載をしております。3月の1日から緊急事態宣言解除に伴いまして、時短要請21時までとしたところでございます。その後感染拡大が続いております。7日間ごとの新規陽性者数、2ページご覧ください。前週比で言いますと 2.3 倍です。これ本日の599を含めずに 2.3 倍ですので、本日の数字を入れますとさらに大きな拡大、おそらく 2.6 ぐらいになると思われます。2週間で合計いたしますと 3.4 倍というのは、
実はこれまでの感染拡大ペース、非常に感染者数が少なかった第2波の入り口を除きますと、年末年始の急拡大と比しても、これまでで最大のペースでの感染拡大となっています。3ページご覧ください。これは3月1日以降を本日から第4波と総称して分析をさせていただきます。3月1日以降の比較ですので、最新データが入っておりませんが、前週比、現在時点、28日時点で 2.1 です。でこれがその後3日間も拡大を続いておりますので、まだ4週目の拡大傾向は、高い拡大傾向は続くと思われます。第3波が7週続きましたので、どの程度ハイペースでの拡大が続くかという非常にリスクが高い状態になっています。4ページ陽性率ですが、1万件昨日は少なかったですが、本日も1万件以上の検査をしておりますが、陽性率が徐々に上がってきております。2.8% まで上がってきています。5ページが緊急事態宣言、前回出された緊急事態措置解除となった関西の2府1県および関東圏、愛知県等を含めた10万人当たりの感染者数ですが、大阪府が 24.75 と、この県域の中でも際立った急増をしているというのが見て取れます。本日の数字を入れますと、これが25、分科会指標の10万人当たり25を上回ります。これをグラフにして見ていただきますと、その急増の状況が6ページですね、さらに詳細に見て取れます。ステージ4 の感染レベルまで、あと少しですが、本日の数字を入れると、このステージ4の10万人当たり、週25という数字を上回ります。また、お隣の兵庫につきましても、昨日のデータで、ステージ3 の15人を上回ったところです。大阪モデルのモニタリング指標、この中で、また再び注意を向けるべきが、下から3行目の重症病床の使用率です。後ほど申し上げますが、重症患者が急増しております。すでに 20% 台からスタートしたこの1週間で、重症患者が 40% を上回りました。赤信号の水準であります、70% まで、残り 30% となっています。年代別の新規陽性者、次のページ、8ページです。見ていただきますと分かりますように、20代、30代がこれまでにない急増をしております。その詳細、後ほどまた申し上げますが、急増しております。本日、599名の感染者のうち、10代、20代、30代で300名を上回ります。若い方を中心に感染が急拡大していると。また40代、50代、60代以上、10代も含めて感染拡大、増加しておりますので、今後、家庭を通じて40代、50代、でまた60代以上に感染が広がっていくという推移が一定は避けられないと考えております。分科会のモニタリング指標につきましては、9ページ、陽性率を除きまして、ステージ3の基準に到達いたしました。またステージ4の基準につきましても、療養者につきましては黒がつきました。伸び率についても黒丸がついています。本日の数字で10万人当たりの新規陽性者も黒丸がつくということで、病床の逼迫、今38の等でございますが、これが50を超えるとステージ4の水準にほぼ達するということです。次のページ、10ページですが、推定感染日です。前回ではもう少し短期の期間で見ておりましたので、2月の中旬から少し感染拡大が始まり、その後3月に入って感染機会の拡大が始まっているという分析をしておりましたが、今回の感染発生者数は上乗せいたしますと、3月の初旬、3月の1日あたりから、感染拡大が起こっているということが顕著に明らかになりました。また3月の中旬あたりからこれから積み増しされますが、中旬以降おそらく
推定感染微別で陽性者が極めて増えていると、感染機会が大きく増えているということが見て取れます。陽性者の年齢区分につきましては、先ほど申し上げました通りです。11ページ、いずれの年代についても増加をしておりますが、若い世代のこれまでにない急増が見て取れます。その詳細ですが、12ページです。今回、3月1日以降、第4波と仮に総称しておりますが、前半と後半を見ますと、前半では10代から30代の割合は 36.3% ですが、後半17日以降、5割を上回るという状況になっております。非常に若い方の感染拡大が起こっています。その内訳を見させていただきますと、高校生、専門学校生、大学生、それぞれの後半の感染者報告ベースで記載しているのが次のとおりです。とりわけ3月の末あたりで、大学生の方の感染者が多く確認されていることが見て取れます。その他の中には、学校種別を申告いただき、確認できなかった方、あるいは小中学生が入っておりますが、おおむね10代と20代の比率がおおむね1対 1.5 ということで、10代の方も非常に多く見つかっております。いわゆる小学生、中学生の方の感染例も、この上の、一番上のその他の欄の中には多く確認をされているところです。新学期4月の8日ということで、このあたりの対策について、教育委員会と教育長と、しっかり協議をしてまいりたいと考えております。続きまして、陽性者の居住地、市内外ですが、市外、市内とも増加をしております、13ページです。その増加の差ですが、14ページご覧ください。市外を先に緩和したということで、2月の末に拡大が、これ推定、発症日別ですが、市外が2月の末に感染拡大が始まっております。大阪市内については、その1週間後から増加に転じているということで、拡大のペースはいずれも、ほぼ平行線でともに感染拡大をしておりますが、10万人あたりで見ますと15ページです。大阪市内の10万人あたりの感染者は34人と、ステージ4の基準を大きく上回りました。直近1週間で大阪市内は3倍となっております。市外の居住者につきましては2倍に急増をしております。16ページが年代別ですが、いずれの年代についても増加をしておりますが、特に顕著なのが大阪市内の10代、20代、30代の急拡大が顕著になっております。今後、この10代、20代、30代の感染が事業所等を通じて40代、50代に広がり、その後、高齢者に広がるということが想定されています。感染経路ですが、18ページです。感染者が増えてきているということで、感染経路不明、リンクレスの方が非常に増えております。全体の中で6割がリンク不明となっています。市内外で見ますと19ページですが、大阪市内のリンク不明の方が7割に到達しようとしております。これは7月の急拡大が起こった時とほぼ同じレベルになっているということで、この感染経路不明者が、不明の割合が落ちてこないと、山が右肩下がりにならないということをこれまで経験しておりますので、足元10日間で感染経路不明がまだ高い水準によるある、市外でも5割以上がリンクレス、6割に届こうとしておりますので、当面、感染者の増加は続くと、推定されております。感染経路ですが、20ページご覧ください。傾向は大きく変わりませんが、20ページの右下の全年代別感染経路ありますが、
真ん中の濃厚接触者家庭内感染が 19% まで今拡大をしております。家庭内、お子様等も含めて家庭内に持ち込まれた時の家庭内感染が 19% と増加をしておるところです。夜待ちの関係です。21ページですが、足元10日間これを2週間に直しますと267と、第3波の、始まり2週目あたりまで、夜の待ちの滞在者関係者の感染者が急増をしております。1ページ飛ばしていただいて、その種別ですが、23ページは居酒屋飲食店の滞在歴がある方が、極めて増えていると、極めて速いスピードで増えています。24ページですが、エリア別で言いますと、エリアの聞き取りが行えていない事例が増えています。聞き取りを行えている事例で市内外を比較いたしますと、25ページですが、ほぼ同数となっております。とりわけ増加比で言いますと市外の増加がありますが、市内についても急増をしていると、第3波の始まりのレベルまで急増をしております。感染状況の特徴ですが、次のページ26ページです。居酒屋飲食店バーの関係者も増加をしております。で、旅行の参加者、旅行に参加したというエピソードをお持ちの方も増加をしております。送別会、卒業式というエピソードも増えております。また児童施設、児童が通われる施設関連のクラスターも増加をしておるところです。それに関しますエピソードは右の表に記載をしております。でクラスターの発生状況、27ページですが、現在のところまだ高齢者施設、障害者施設、トータルで1週間スパンでは増加をしておりませんが、足元1日2日で実は施設関連のクラスターが連続しております。今後施設関連のクラスターが連続して起こり、施設内の感染者が増えると見込まれますので、ここの対策について福祉部とともに検査等引き続きしっかり取り組んでいきたいと思っています。クラスターの発生状況、28ページご覧いただいている通りです。続きまして、変異株の発生状況についてご説明をいたします。資料 1-2 をご覧ください。スクリーニング検査における陽性判明率です。足元1週間で見ていただきますと、一番下右側の表の下から3行目ですが、1576の1週間の陽性者のうち158件を検査しました。スクリーニング検査率としては 10% となります。で、そのスクリーニング検査をしたうちの陽性率で言いますと 66.5%、また陽性者のうちに占める変異株の率としますと 6.7% となっております。だんだんここは上がってきているという状況になっております。その療養状況ですが、2ページです。全体の陽性者の比率と変異株スクリーニング陽性者の療養状況を見ていただきますと、さらにですね、10代から30代の方の年齢区分が多いと、比率的には多いということが見て取れます。で、また療養状況ですが、現在変異株で入院中の方は総計で101名となっております。この入院されている方につきましては、2回、療養も含めて2回の PCR 検査で、療養解除という基準の下で運用を行っているところです。また全体で死亡された、残念ながら亡くなられた方は2名ということです。また重症化された方、変異株のうち、重症化された方は289名のうち16名ということで、比率的に 6% 弱ですが、これ、母数としては少ないので、確定的なことは言えませんが、第3波の全体に占める重症者、重症化率 3% と比較すると、
高くなっております。変異株のリスクというのは専門家、友野先生にもご意見をいただきましたが、協議会でご意見いただきましたが、変異株のリスクは3つあるとされております。1つには感染力が高まる、その感染力が高まるという内訳が、一つには人から人にうつす感染力が高まるということと、長期間感染力を維持する可能性があるという、感染力が高まるリスクが一つ。二つ目が重症化が高まる、重症化リスクが高まるというリスクがあるのではないかということが2点目に言われています。また3点目が、変異の内容によっては免疫の基準に影響を及ぼして、ワクチンの効果であるとか、また同じコロナウイルス、株が違うコロナウイルスに2度かかる可能性があるという、この3つのリスクが言われております。これらのリスクについて今国の感染研の方で解析分析を行われているとお聞きしております。で、感染力が高まるというのはほぼ共通のリスクです。今現在の大阪の状況、モニタリングで 7% となっておりますが、無作為の抽出のモニタリングの陽性率、変異株、非常に足元で高まっております。今後今の状況も踏まえまして、もし変異株への置き換えがかなり進んでいるようであれば、今後感染の拡大スピードがさらに高まり、さらに感染対策として強化する必要がある可能性があると考えております。続きまして資料 1-3 です。現在の陽性者数、昨日432ですが、本日599ということになっております。それぞれいずれの療養状況についても急増をしております。その状況は2ページです。運用率、現在昨日までステージ3、フェーズ3で病床の運用を行っておりましたが、先ほど申し上げました感染がこれまでに経験のない急拡大を見せているということで、4月中下旬に病床の逼迫が想定されるということで、本日朝フェーズ4の2、最終段階、最終のフェーズへの移行を医療機関に通知を行いました。今後この運用病床を最終のフェーズに向けて急ぎ増やしてまいります。現在時点で運用率はおおむねいずれの療養体制についても5割となっています。4ページが重症者の推移ですが、足元でほぼ数日連続で10名以上の重症者が出るという状況になっております。軽症病床への転院を促しておりますが、今後重症患者が急増をしてくるものと想定をしています。5ページご覧ください。60代以上の青い線の患者が増加した後、重症患者が増えてまいりますが、その増加ペースにすでに乗ったものと考えております。傾向につきましては、6、7ページについては、飛ばしていただきまして、最終ページ8ページで、ございます。そこにありますが、死亡率につきましては2.4と変更しておりません。先ほど、変異株陽性と、確認をされた方のうちの、重症化率が今のところ 6% 弱ぐらいということで高いということで、今後変異株への置き換えがもし進んでいるとするならば、この重症率が上がってくるかどうかということを注意する必要があります。赤い重症の線の下に、重症率 3.1%、 これは第3波以降の全体ですが、3月1日以降判明分について再計算をしております。3月1日以降非常に若い方が多いので、重症率としては大きく下がるということになりますが、3月1日以降でここは 2.5% となっております。若い方が40% から 50% いらっしゃるにもかかわらず 2.5% ということで、今後この3月1日以降の重症率を変異株の影響を見取ると、見切るということで、これをチェックをしていきたいと考えています。続きまして資料の4のシミュレーションです。
患者シミュレーションにつきましては、前週比 1.5 と 2.2 の両方をしております。昨日の432スタートですが、1.5 の場合が4月9日で395ですが、これはもう上回りました。本日時点で上回りました。2.2 の場合は4月9日に891程度という想定で病床をシミュレーションいたしますと、2ページですが、重症ベッド、重症患者につきましては、4月の9日、来週にも126に到達すると考えられます。その他のシミュレーションですが、若い方が非常に多いということで、実は急増に耐える必要があるのは、軽症中等症の方でございます。軽症中等症の増加ペースがこれまでにない増加ペースになります。4月9日で1500を上回る可能性があります。ホテル療養につきましても1500というシミュレーションをしております。以上を取りまとめましたのが資料 1-5 でございます。ルール申し上げました1ページにつきましては同様の内容です。1つ目の1つ目ですが、第3波大きく上回るスピードで急拡大中、今後、急激な感染拡大、いわゆる場合によってはオーバーシュートのリスクも含めまして、急激な感染拡大と、その後、1週、もしくは2週遅れ後の医療提供体制の逼迫の可能性が高まっていると。ということと、ステージ3はの基準を満たしているということと、飛ばしていただいて、括弧4ですね、変異株のリスクに注意する必要があると、変異株の、陽性判明率が 6.7 となっているということについて記載をさせていただいています。で、今後の対応方針につきましては、一番下2ページ、次のページですね。に取りまとめさせていただいています。新規陽性者に占める若者が6割弱であることから、今後他の年代への感染が広がり、当面はさらに感染拡大が進むと、これまでの感染のデータから見てさらに感染拡大が進むと思われます。で、60代以上の新規陽性者も増加をしております。早晩おそらく4月の中下旬だと思っておりますが、病床が逼迫して非常事態となる可能性が高まっています。で、まずこういう状況を踏まえまして、感染拡大をまず急ブレーキを踏む必要があると考えています。これまで以上に強い措置の検討により、医療提供体制の逼迫、あるいは感染の急拡大を止める必要があると考えております。なお先ほど申し上げました、もうすでにフェーズ4の2への移行を本日付朝通知をしております。緊急事態に備えた医療提供体制の確保に努めてまいります。以上でございます。続いて資料1-6で人手の状況についてご説明をさせていただきます。夜間で18時から24時における人手の状況でございます。赤の折線が30代以下、緑の折線が40代、50代、青の折線が60代以上で、全世代平均しましたものが黒の点線でございます。これを見ていただきますと、まず梅田エリアでは、3月1日以降、全世代で、右肩に人出が上がっていってると。で、特に3月19日の金曜日がピークという形になってございます。それから2ページの難波エリアをご覧いただきますと、より一層その3月19日のピークが非常に高くなっております。で、先ほど藤井部長の方から、推定感染日別でいうと、3月中旬以降感染拡大が大きくなっているというようなご説明がございましたけれども、それを裏付けるような夜の人出の若い世代の夜の人の状況になっているというグラフでございます。昼間3ページ4ページ昼間につきましては、梅田エリアはそこまで3月19日大きく跳ね上がっておりませんけども、難波エリアではやはり、3月の19日の週大きく前週に比べて跳ね上がっていると、昼間の人でも跳ね上がっているという状況でございます。説明は
人手の状況については以上でございます。次に、冒頭知事の方からお話がございました、まあ、今後の対応ということで、まん延防止等重点措置に関す、措置について国に要請をしていくということについての原案でございます。まん延防止等重点措置の実施の考え方につきましては、基本的対処方針におきまして、資料記載のとおり、当該都道府県全域に感染が拡大する恐れがあり、それに伴い医療提供体制、公衆体制に支障が生ずる恐れがあると認められる事態が発生している場合に、基本的対処方針諮問委員会の意見を踏まえた上で、政府対策本部長が決定をするというふうに書かれてございます。で、下の囲みが現在の大阪の状況でございます。先ほど健康医療部長からお話がありましたように、医療提供体制につきましてはステージ3の目安をすでに超過し、ステージ4の目安でございます 50% にまあ近づきつつあるという状況でございます。それから人口10万人あたりの新規報告者数につきましても今日の数字を入れますと、人口10万人あたり25人を超え、ステージ4の目安に達成するというような状況でございます。これらの状況を踏まえまして、国に対して、まん延防止等重点措置の工事を行うよう要請をしていきたいというのが原案でございます。説明以上でございます。資料2の2、取り急ぎの開催でしたので、友の座長のみ専門家のご意見をお伺いしております。で、感染状況につきましては、同じく緊急事態宣言を早期に解除した福岡県で増加の傾向にないのは、変異株、大阪で変異株を多く確認されておりますので、関与も可能性として考えられるのではないかということと、で、下の方から4つ目ですが、これまでの経験から今後、高齢の世代が増加してくるので、重症者が増加するであろうということと、一番下ですが、周囲の変異株の増加は著しくすでに半分を超えている実感があるというご意見をいただいております。で、対策として、緊急事態宣言発令の前に、まん延防止等重点措置の要請を行うことは妥当であると。確実にステージ4になるということで、妥当であるというご意見をいただいております。ただしですね、単に飲食店の時短の要請のみでは、増加傾向に対するブレーキの効果は乏しいと考えられるため、追加の有効な対策が必須であるというご意見をいただいております。それではここまでにつきまして、ご意見ご発言等ありましたらよろしくお願いいたします。山野知事お願いします。2の1の資料にありますように、3月30日時点でステージ3の目安、まあ、これは陽性率は先ほど健康医療部長からありましたように、検査数が相当増えているということもありますので、なかなかその 10% にはならないんじゃないかと思うんですけれども、それ以外のまあ、指標はすべて満たしておると。それから友野先生のご意見にもありますように、まあここできちっと緊急事態宣言の前にまん延防止の重点措置の要請を行うことは妥当というご意見もありますので、私は今の時点でできるだけ早めにまん延防止の措置の要請をですね行うというのは必要なことじゃないかというふうに思います。で、ちょっと基本的な部分の確認なんですけれども、今回、まあ、新たな改正法で、まあ、初めて31条の4第6項に基づいて、工事の要請を行うということを手続きとして行うということになると思うんですが、それを行った後の段取り感といいますか、まあ、これこの後その基本的対処方針の諮問委員会で国で議論いただいたりということだと思うんですけど、まあ、最終的には都道府県知事がですね措置を講じることを各事業者に対して要請するといったことになると思うんですけど、スケジュールというよりは今後の段取り感みたいな、国で何議論して、それから我々は何を決めていくのかということについて分かる範囲で教えていただければと思います。まず法律上、まず国の方が、まん延防止等重点措置に関する措置をする区域、
これは都道府県単位というふうにされております。それから期間、これを決定するということになってございます。で、合わせて実務的には都道府県、大阪府が考えておられるまん延防止措置の内容についても十分相談をしてほしいというふうに言われております。で、できるだけ早く今現在国とやり取りしておりますけども、できるだけ早く決定をしていただきたいということでお願いをしております。で、ここに書いておりますとおり、政府対策本部長が基本的対処諮問委員会にかけられた上で、まん延防止等重点措置をするということになれば、期間区域が決定をされ、それを受けて、都道府県知事が都道府県の中で、どの区域、これ市町村単位というふうに言われておりますけれども、市町村単位でどの区域に対して、まん延防止の措置を行うか、これを知事の裁量で決定するという流れになってございます。他にご意見ご発言とございますでしょうか。田中さん、すみません、ちょっと関連で、それ区域は市エリア単位でいいんですね。大阪、知事が仮に規定するのが大阪市だと判断すると、それは大阪市域であって大阪市民ではないという理解でいいんですが、例えば不要不急の外出自粛というのはもう僕はお願いしていかなければならないと思ってます。まん延防止エリアにおいてです。その時というのは大阪府外から大阪市民に来るときもあるし、また大阪市民が動きもある、まあ、これは市民というそのエリアという理解で、考えて方針決定していけばいいということでいいんですかね。確かですね、当該都道府県の住民に対して、30以上の6ですけども、法律の31の6でございますけれども、都道府県知事は、当該都道府県の住民に対して、当該都道府県知事が定める期間区域において、同項の規定による要請にかかる営業時間への短縮時間、営業時間以外の時間に、当該業態の造成事業を行っている場所に、みだりに出入りしないこと、その他、新型インフルエンザ等の感染防止に必要な協力を要請することができると。いうふうに書いてますので、あくまで都道府県の住民に対して要請できるというふうに書いてございます。すいません、それは今国と今調整しているところですので、まだ区域全域の対象にできるのか、果たしてまた大阪市内であれば大阪市内だけになるのか、今調整しているところですので、明確な答えは少し待っていただきたいと。よしですかね。やはり新規感染者数がですね、急増してますし、先ほど説明ありましたように病床使用率も追って逼迫してくるということなので、まん延、その防止措置をですね要請するのは私も賛成です。で、その上で山野さんの質問とも関連するんですけども、これ期間は国が決めるということなんですけども、その状況に応じて例えば早く解除するとかですね、それを延長するとかですね、そういう要請はやっぱり知事の方から要請するということになるんですかね。なんか国の方で判断されるのか、それをお聞きしたいのが一つですね。もう一つは同じまん延防止期間内ですね、区域を大阪府内の区域をその定めるときに、同じ期間であっても追加したりですね、縮小したりするということが期間内でできるのかどうかですね。どうなんでしょうかね。まず期間については国が決定するということですけど、決定にあたっては十分協議していただけるということですので、都道府県の意見は反映できるんじゃないかなというふうに思っております。それから期間の途中で、その重点区域を、知事の指定する区域を変えることができるかということについては現在まだ相談しておりませんので、今後区域の指定がされた後にちょっと改めて国と相談することになろうかと思います。それから解除につきましても、これは知事の方から法律上はあくまでその、
指定について要請することができるという規定しかございませんけれども、まあ、解除につきましてもこれはまあできるだけ、地域の実情を熟知しているまあ都道府県知事の意見を聞いていただいて判断していただけるというふうに思っておりますので、あの解除にあたっても十分あの国と協議してやっていきたいと思います。それぜひあの確認していきたいんです。であの解除のことでですね、私の気になるのはその違法に向かっている時の解除もあるんですけども、さらにあの状況が悪くなってですね、緊急事態宣言に移行するとし場合のその解除だってありうんですよね。その時にあの知事のですね、あの要請があの国の決定との関係で、つまり国が期間を決めるということになってますから、それとの関係でどうなるのかちょっと一遍確認していただきたい。あの追加であの31条の4第6項の中で、あの、その下の方にですね、先ほど2の1の資料ですけれども条文書いておりますから、6のところで、都道府県知事対策本部長は当該都道府県区域にかかる第1項第3項また第4項の規定に工事を行うように要請することができるとあります。第4項というのはまん延防止必要となくなった時を求めることができるとなっておりますので、知事はその解除についても求めることができるという形で規定されております。他ご意見ご発言ございますでしょうか。知事お願いします。あの感染状況を見ればですね、まあ、完全に右肩上がりになっていると、そしてかなり高い角度で上がっているということだと思います。でさらに内訳を見たら、直近1週間で、大阪市で見ると約3倍に増加していると。またあの大阪市内の感染経路不明者7割近いという状況で、夜待ち関係者滞在者も増えているということ、まあ、都心部で増えやすいと感染初期の段階は若い人で広がりやすいという、まさにあのその顕著な状況が現れているのではないかなと思ってます。そう考えたときに、あのまん延防止等重点措置を適用するかどうか、これは国の判断になりますが、そのエリアについてどうするかというところについて、私はこの大阪市に集中した対策を取るべきではないかと思っています。あのこの点について何か特別調整している項目とかありますか。なければあのさっきの話ちょっとありましたけど、何かあります。特にないですか。あの特に大阪市内に限るということに対しては問題はないと考えています。あのそういった意味で先ほどその申し上げた理由で、やはり大阪市内に、こう集中した対策取り組みをする必要があると思っています。もともとあと4月1日以降からは大阪市外にも9時以降の時短をお願いするということにもなっています。そこと合わせてまん延防止等重点措置が適用された場合には、大阪市内にさらに一段強い感染防止対策の実施、これを行っていきたいと思います。あの、まあ、期間についてですけれども、これも国が決めるということでもあろうかと思います。ですので、まあ、ここはもう国とも協議しながらということにはなるかと思いますが、あのできるだけ、まあ、今日ですね、方針決定をすればできるだけ早くあの国にはご判断をいただいて、そして準備期間もあろうかと思います。仮に大阪市内の時短要請をさらにあの強めるということであれば、準備期間もあると思います。ですので早く、できるだけ早く国にはあの準備をちょっとするように、ちょっとお願いもしてですね、準備期間がお店の方の準備期間もあると思いますので、遅くとも来週週明けの月曜日5日からこれが適用になるように、ぜひあの調整もお願いしたいと思いますし、あの期間においてもやはりその効果をきちんと見極めるという意味では、あの3週間程度の期間が必要ではないかというふうにも思っています。あの国がここの期間を決定するということではありますけれども、大阪府としてどう考えるのかと問われれば、まあ、そういった考えを示すということも必要ではないかなと思っています。あの具体的なより詳細な中身についてはあのさらに国とも協議しながらですね、国が、まあ、基本的対処方針というのはあの国の専門家の意見も聞いてあのさらに変更を策定していくということになりますので、その策定を踏まえた上で国が決定すれば
それを受けた大阪都市の本部会議を開きたいと思いますので、よろしくお願いします。それでよろしいですかね。あ、最後ちょっと測ってもらって。今の、知事のご発言ありましたとおり、これでこの内容で国の方に要請するということでよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。そうしましたら、この、資料2の1の内容で国に要請するということにさせていただきたいというふうに考えております。申し訳ございません。少し、訂正ございます。資料1の1の12ページの右側の10代、20代の新強制者の数ですね、少し誤りが、数値に誤りがございますので、また後ほどホームページの方を通じまして、修正の方をさせていただきたいというふうに考えております。そうしましたら、これ、意見がないということでございましたら、議題1と議題につきましては、これで決定とさせていただきます。本日の議題は以上でございます。これをもちまして、本日の会議の方を終了させていただきます。この後、こちらの場所で地図の囲み所がございますので、また準備が整い次第、改めてご案内をさせていただきます。日経新聞の古田です。今日マンボウを要請することが決定したと思うんですけれども、これは国にはいつ要請することになるのかというところで、テレビ会議等を使って要請するのか含めてよろしくお願いします。本日国に対してこの要請をするという方針を決定いたしましたので、今日要請をいたします。ここはもう実務的に要請をしたいと思いますので、特に電話会議、テレビ会議等をすることは考えてはいません。ありがとうございます。朝日新聞の久保田です。まず1点目なんですが、先ほどの会見の中でも国とは危機感を共有しているということで、この西村大臣とどのこのマンボウの適用についてどのようなやり取りがあったのか教えてください。先週になると思いますが、日曜日の夜に私から西村大臣に連絡をいたしました。まん延防止等重点措置の適用を申請したいと。まだ方針、府としての方針決定ではないけれども、今のこの感染の拡大状況を考えたときに、またその市中の状況を考えたときに、これから感染拡大がさらに見込まれると予測をしているという感染状況の分析の報告と、私自身の考え方を伝えて、日曜日の夜に西村大臣にその話をさせてもらったのが一番最初です。松井市長とは話はしたのも日曜日の夜、これ私から話をしたということです。その後は事務方も通じて、月曜日に、皆さんの囲みの中で私自身の考え方を伝えましたので、その後は事務方を通じてやり取りをしたり、今そういったやり取りが至って今日に至っているということです。もう一点なんですが、人口10万人あたりの1週間の感染者を見ると、ステージ3を超えてステージ4に一気に至ったということですが、それでもこの段階ではマンボウで抑えるべきだという、その理由を教えてください。大阪市内で感染が急増しているというふうに思いますので、いわゆるその全国的な蔓延の恐れ、医療崩壊の危機になるという、この緊急事態宣言の前の措置としてのまん延防止等重点措置で、この重点的な措置を大阪市内で取って対策を取るというのが適切ではないかというふうに考えています。今現時点での病床の使用率というのは 40% 台、大阪のモデルの赤信号もついてませんが、今後逼迫することが予測もされます。山をできるだけ抑えていくという対策を今この市内中心に集中的な対策を取る必要があるのではないかと考えています。あと最後1点なんですが、明日からですね、時短要請府内全域に広げますが、マンボウ適用される前にこの
すでに決定している要請を変更する可能性はありますか。それはありません。あの4月1日以降大阪市外に、この9時の時短要請を広げるというのはあのそのままあのお願いすると、21日までお願いするということになると思います。あのまん延防止等重点措置があの適用になるのかちょっとこれは分かりませんけれども、まあ、先ほどの会議でも言った通りできるだけ早く国としても判断をいただきたいと思ってますし、あのお店の方の準備期間もあると思いますので、そういった意味でも遅くとも来週週明け5日の月曜日からは適用をお願いしたいということを国に伝えていきたいと。そういうことは4日まではあの9時の大阪府全域での時短要請ということで、もし適用になれば5日から変わるということになろうかと思います。ありがとうございます。ジャーナリストの阿波野と言います。あのご苦労様です。あの 2時からの会見の時に、緊急事態宣言の、早めに解除したこしてなくても同じ結果になったんじゃないかということを、まあ、おっしゃってたんですけどね、それはなんかあのその根拠みたいなのは何かございますですか。あのまずこの今の感染の状況を見たときに、この20代30代若い世代の方、そしてあの感染日というのを見たときに、この今この1週間で急激に拡大していますので、まあ、そういった意味ではあの感染のこの入った時期と急拡大の時期というのは3月の中旬ぐらいに急拡大をしているということだと、またこれからさらにこれが拡大するんだというふうに思っています。もちろんあの解除のリバウンドというのはあると思いますが、仮に1週間延びて3月7日に解除したとしてこれが回避できたかというと、そう簡単にはいかないだろうなというふうには思っています。ちょっとタラレバーの話なので、なかなかあの質問に対する答えとしても難しいんですけど、いつか解除すると、あのままいけば3月7日の解除ということでしたが、それで解除しても、この今の感染の急拡大については、あのこの感染の内訳、感染者の世代であったり、その感染日っていうのを考えたときに、あとはその春休みに入って、この急激にこう、人の動きが増えていると、今日の人の動きのデータもちょっとあのお示しもしましたけど、まあ、それを見るとこの感染の熱というのは あまりこの解除の時期というのには影響はないんではないかなと、影響というかそれによって何か防げるものではないんではないかなというふうに思ってます。あとですね、あのマスクのことなんですけど、あの、まあ、あの大衆食堂なんかで、まあ、マスクをすること義務付けとかになると、まあ、そんなんやったらあのそんな店行きたないわと、外食したくないわという人も多分僕もそうだと思うんですけどいると思うんですね。でその基本的にあの、まあ、緊急事態宣言をあの早めにというか解除したこととかっていうのはやっぱりその経済的にそういうお店とかを窮地に陥っているを救うということだったんだけど、そのマスクを、あの義務付けとかいうのが逆に客を減らすと、で、まあ、それが数値化できるかどうか分かんないんですけど、あのその辺のことはどんなふうにご判断考えておられるかしらと思いまして、あのこのマスク会食の部分についてもこれはもう前から言われてたところでもあってですね、この時短というのはいつかはやっぱ終わらなきゃいけない、この解除っていつかします、そうするとそこから少し遅れてやはりそのリバウンドであったりその可能性というのに常に向き合わなければならないということになります。特に時短も一時的に減らすという効果はありますけれども、やはりいつか解除しなきゃいけない、解除すれば同じ状況になるとまたウイルスがゼロになっていない以上やはりあの増えてくる可能性はあると思うんですね。今回の緊急事態宣言でも解除したのは2月末でした、あの結論によって2月末、その時の陽性者数というのはもうあの2桁まで落とし込んだ上での解除でしたから、それでもこうやってぐっと増えてくるということになると、やはりあの、まあ、これはちょっと変異株の影響もあると思いますし、それからあの春休みに入って若者の動きが増えたという影響もあると思います。いろんな要素が複合的にあの重なって今のこの急拡大につながっているとはあの思いますが、あの持続可能な感染対策をこれから取っていくというのを考えたときに、あの時短だけではなくて、その感染に強いあのなんていうかな、あの店作りというか会食の在り方っていうのを少しあのある意味定着させていくと、これはあのワクチンが広がって、
ワクチンがある意味こう広がってくれば別ですけど、そうならない限りは基本的にはあのリスクというのは変わらないわけで、しかも変異株が出てくると余計リスクが高まっているわけですから、まあ、そういった意味では少し発想を変えて、そのお店を利用する側の方に義務をお願いする、そしてまあある意味これはあのそれで食事をするやり方っていうのを一回こうやっていただけて、それがある程度定着してくれば今よりは感染強いこの持続可能な対策というのが可能にもなってくるんじゃないかと思います。今はなかなか難しいというのはあるかもしれませんが、こうやってマスクでこう上げ下げするマスク会食慣れればそんなに難しくないと僕は思ってます。慣れるまではちょっと難しいってあるかも分かりませんが、まあ、そういった意味でじゃあ何もしないでいいのかというと、またこの同じことをずっと繰り返し続けるのかということですから、今のこのまん延防止等重点措置は政令にそのことがマスク解釈についてもマスクの店舗内の義務化等も政令で明記もされてますので、これをうまく適用もしてですね、うまくというかこう適用して感染強い街づくり対策、まあ、そしてそれでおいしい食事を楽しむ新しいこうスタイルというのを確立していく第一歩を踏み出さないと、このお店の経営であったり、あるいはその食事を楽しむということと感染対策との両立というのが難しいのではないかというふうに思っています。だから今この時期マスク会食義務ということで、これはいろんな批判もあると思いますけれども、そうすることでこれを根付かせていけば、それが広がってくればより感染に強い街づくり、食事を楽しめる街づくりにもなってくるんじゃないかなと思うふうに思っています。ありがとうございました。NHK の佐藤と申します。ちょっと会議の中ではそのマンボウで最終的には期間と国が決めるという話だと思うんですけれども、大阪府として要請したいこととして、その期間を3週間程度で、範囲は大阪市内でという話があったと思うんですけれども、ちょっとお昼の囲みとちょっと質問が恐縮重なって恐縮なんですけれども、その期間と範囲と時短の内容であったり、今のところ大阪府として要請したいことっていうのはどういったことになるんでしょうか。これは国が決めるということになりますが、まあ、大阪府 この要望考え方としては、このまん延防止等重点措置の開始の期間、実際の適用期間については5日からお願いし、遅くとも5日からお願いしたいと思っています。3週間程度お願いしたいと思っています。まあ、内容についてもこれは大阪感染がやはりものすごく急拡大しているのは大阪市域ですので、大阪市域をまん延防止等重点措置のエリアに指定をしてですね、より一段強い感染対策をお願いしたいと思います。で、中身ですけれども、これはもう国とさらに詰めていくということになりますが、今やっている営業の時短についても今9時のお願いしてますが、これを一段厳しい形にはなりますが、8時までという形で実証していきたいと、感染対策を強化していきたいと思ってます。その他さまざま事項にわたることについては今国と協議をしています。関西テレビ上田です。マスク会食の義務化についてちょっと整理させていただきたいと思って質問させていただきます。まず知事がマスク会食の義務化について呼びかけたいというふうにおっしゃっておられると思うんですが、まず府民に対しては要請しか法律上できないと思いますので、これを、まあ、義務化とおっしゃっているのかどうかについて確認させていただきたいのが1点と、あと、飲食店、いわゆる事業者に対しては要請とか命令、そしてまあ公表とか、あるいは罰則もあるということでやっていけるように書いてあると思うんですけど、まあ、はっきり書いてあるのはマスク着用で、いわゆるこうマスク会食についてはこう解釈で読み込んでいく、あるいは新たに厚労省で定めてもらうとか、その点を義務化のどこまで解釈で読み込んで今考えておられるのかについて、この2点教えていただけないでしょうか。まず住民の皆さんに対してはマンボウの適用になると政令で協力要請することができるというふうに明記されてますので、その要請ということになります。だから政令上の要請とでマスク会食をお願いすると
というふうに思っています。だから住民に対して直接義務がどこまで生じるかというと、これはまあ要請に基づくものになるということになるんだろうとは思います。で、明確なこの命令まで含んだこの義務化ができるとなれば、これは事業者に対してということになると思います。で、事業者に対してはマスクなしで入場する者の入場の禁止、そして退場、これが事業者ができるということになりますので、その要請をすると、それをしない事業者に対しては命令することができるというのが、そしてそれに従わないと罰則というのが立て付けだというふうに思っていますので、ですのでマスク会食の義務化ということについては、これは事業者に対しても府民の皆さんに対してもお願いするものになると思います。府民の皆さんに対しては政令、だから政令とか法令です、法令上の要請をマンボウに戻す法令上の要請としてマスク会食の義務化、これをお願いするということになるというふうに思っています。明確な何かこう義務違反になるかというと、そうでもないと思いますし、これ政令上の要請ですから、それを法的な義務化と言われると非常に微妙なところだとは思ってますが、府民の皆さんに協力を要請できるというのがマンボウ上明記されているので、マスク会食の義務化ということのお願い、をすることになるんだろうと思ってます。ありがとうございます。事業者に対しての、マスク会食の、義務化、ここは今の政令で解釈で読み込めるというふうにお考えなんでしょうか、それとも新たに厚労省が、新たにこう、マンボウの措置を新たに、なんていうんですか、新たに規定してそれを公表していくと、過去換気とかでやってるんですけど、そういったことで要請していくのか、その辺の現時点の調整なりが進んでいたら教えてください。現在の政令で事業者に対しては読み込めると思ってます。マスク会食については入場の禁止、退場という規定がありますので、これについては事業者に対しては読み込めると、そういったことを事業者にしてもらいたいという義務として読み込めるというふうに思ってます。その後に周知っていうのがあるんですけど、あれ一回読み方として途中で一回切るっていうのは確認してますので、その前段のところで一回切った上で、その次の読み方としての周知っていうことを読み方をするというような確認をしてますから、だからその意味でマスク会食の義務化を事業者にお願い、事業者にするということは、これは高齢省とも厚労省とも国とも共通の見解だというふうに思ってます。住民に対する法的義務化と言われると、そこはやっぱ政令上の要請になるので、明確な義務にならないかもしれないけれども、ここはもう政令、事業者お願いするということと、マンボウに基づいて要請できるということを合わせて、マスク会食の義務化をお願いすると、そういうことを府民にお願いするということになるんだろうと思っています。で、府民の皆さんには罰則規定もありません。すみません、住民に対しては要請というと、行政指導だと思うんで、義務化ではないのかなっていう理解をができるのかなと思うんですけど、ただそのいわゆる事業者に対して義務化をしていく、その間接的な効果として、ある種事実上義務化のような状態になるっていうふうに理解してたんですが、それは知事の理解とは違うんでしょうか。事業者に対しては この命令ができますんでね、マンボウが適用になると、でそれが従わなかったら過料の罰則ですから、事業者に対しては義務が生じるというふうに思っています。だからマスク会食をマスクをしないものの体質を入場禁止であったり体質をすべき、この義務が生じるというふうに思っています。すみません、あと1点だけ何度も申し訳ないんですけど、いわゆるマスク会食を今の政令で読み込めるという点なんですが、今の6号と8号がそこであるんですけど、8号は新たに厚労省が定める、で6号では、マスク着用その他の防止措置みたいなことが書いてあるんですけど、その6号で会食で今読み込めるというふうなお考えということで確認させていただきますでしょうか。そういう考え方です。これはもう事業者に対するものですけど、そういう考え方です。ありがとうございました。すいません、日経新聞の古田です。知事、会議の中で3週間は必要というふうにおっしゃってましたけど、知事として3週間、少なくとも3週間なのか、それとも3週間程度なら OK なのかというところの認識と、仮に5日から3週間とした場合、26日になるんですね。
で1日から要請する府内の飲食店の、9時までの要請っていうのは21日までになるんですけど、その、まあ、ちょっとずれが出てきてしまうと思うんですけど、そこについていかがでしょうか。少なくとも3週間という考え方です。で21日の分ずれが出るのはもうこれは致し方ないというふうに思っています。に、まあ、解除の議論とかにあった場合どこを見て解除するのかというところと、あとまあ解除も、会議で話が出たと思うんですけど、宣言になる解除なのか、まあ、落ち着いて解除するのかというところで、どこに一番注目するのかというところを教えていただけますか。まずその期間を指定されるわけですから、その期間に集中して対策を行うということですので、まだの解除の基準とか解除をどうするという段階ではなくて、今抑えなければならないということに注力すべきだというふうに思っています。まずはその期間、決められた期間に何とか抑え込むということをやる必要があると思っています。ありがとうございます。 ABC テレビの辻村です。協力金についてお伺いしたいんですけれども、基本的にまだ国との調整が終わっていないという話だったかと思うんですけれども、大阪市の独自の上乗せ金というのが、まあ、1日からも引き続き継続というところで、このマンボウの要請が、まあ、措置がされるということになった場合に、この大阪市の上乗せ金については同じようなものを継続するのか、それともさらに支援を強化するような形になるのか、今のお考えをお願いできますでしょうか。これはマンボウ適用された場合の支援金の具体的な中身というのがまだ詳細固まっていませんから、それが固まるまでは大阪市の方をどうするという判断は難しいというふうに思っています。で大阪市の分は今まで一律の金額じゃおかしいよねっていうので、松井市長に、まあ、ある意味お願いもして松井市長も判断してこう階段をつけてくれたということになってますから、そのマンボウにおける要請金がどうなるかということで、大阪市の部分はどうするかということが判断されるんだろうというふうに思っています。少なくともマンボウが適用される期間まではその制度でやっていきます。まあ、その一律というところなんですけども、もしかしたら国の方で段階がついた場合は大阪市はその上乗せ金をやめるという可能性もあるということなんでしょうか。それは当然そうだと思います。すみません、 NHK の佐藤と申します。すみません、今後マンボウが適用された場合にその時短に従わなかったそのお店に対して何かその命令だったりその借りを貸すだったり、何かそういったお考えとかっていうのはありますでしょうか。これはマンボウが適用になるとそういった命令、そしてこれはそれに応じていただけない場合は罰則ということになりますので、この法の趣旨にのっとって適切に対応していきたいと思います。もう1点だけなんですけれども、すみません、今後感染が確認した場合にその今でも10万人あたりの療養者数がステージ4になっているというのはあると思うんですけれども、その緊急事態宣言を要請するというのがどれぐらいあり得るのかというのをお聞きしてもいいですか。現時点においてはまん延防止等重点措置において、まあ、一段強い対策を実施をしていきたいと思います。エリアを中心に絞ってですね、その強力な一段上 この対策を実施するということで感染の急拡大を抑えていきたいと思います。この後も感染急拡大するとは思いますけれども、現時点においてはまん延防止等重点措置の適用で基本的に対処していくという考え方です。エルマグチの岡田です。1点確認なんですけれども、マンボウの開始期間が遅くとも5日からということで、5日から市内の方を重点的に8時ま で市外については9時まで21日までという形ですか。その通りでいいです。